ありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。またありがとうございます。ですね。なんかあっという間に一日が終わっていく。ひなあられありがとうございます。かわいいギフトありがとうございます。本当に毎日眠くて、もう毎日眠いです本当に。やばいぐらい、なんかこんなに眠いの異常なのかなっていうぐらい毎日眠いです。そう、そうなんですよ。今日はね、ちょっとあることをしてきたんです。今日はちょっとあることをしてきました。そう、こんばんは。今日は春みたいな暖かさだったんですよ、朝は。朝はそう、あ、ちょっと今日は暖かいなって思ってたんだけど、午後ぐらいになんか雨と氷降ってきてね、雨と氷が降ってきて、あれ初めて。明日と明後日としあさって3日間ぐらい雪の予定ですよね。さっき天気予報を見てた、雪の予報だった。ハートありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。もう本当に毎日眠くてやばい。本当になんかこんなに眠い人いるのかなっていうぐらい毎日眠いんだよね。なんで毎日こんなに眠いんだろう。ハートありがとうございます。こんばんは。太陽の下を散歩したらシャキッとしない、その時はね。でも家に帰ってきたら眠くなる。太陽に浴びれば浴びるほど眠くなる。その時はシャキッとするかもしれないけど、
家に帰ってきたらより眠くなる。太陽に当たると眠くなりますよね。毎日眠い。いつかに眠り運転しそうで怖い。それはない。それだけは絶対にない。8時間半も寝たのに昼寝も2時間半しちゃった。ああ最高じゃないですか。それめっちゃいい休日やん。最高ですね。私も今日めっちゃ眠かった。うわ同じ。もう毎日眠い。毎日眠い。本当に。なんでちゃん痩せた？顔がシャープになった。いや痩せてないです。全然痩せてない。むしろ多分増えてる。でも最近体重測ってない。最近体重測ってないです。こんばんは。今朝の配信で睡眠の大切さを学びました。大事、ほんと大事、ほんとに大事。睡眠はもうね大事すぎるよ。ほんとに甘く見ない方がいい。いや別に甘く見てないだろうけど、睡眠はほんとに甘く見ない方がいい。毎日測ってるわけじゃない。そうなんですよね。いや本当は絶対毎日測んないといけないと思うんですよ。でも毎日測ったら測ったでなんか逆にストレス溜まりそうだから、体重は測らない、毎日測らないっていうマイルールです。だってそんな毎日さ、毎日さ体重測って、そんなさ、うわ増えちゃった明日は制限しなきゃとかさ、そう思ったらもうストレスの塊の人生になっちゃいそうじゃない。だからもう太ったなと思って測って、たまにね、そしたらまあちょっと制限するかぐらいのレベルで、毎日毎日そんなはぁってなるの嫌じゃない。毎日ストレス溜まっちゃうじゃん。毎日は測らない。こんばんは。ストレスは敵。そう、ストレスは敵。何よりもストレスは敵ですよ。ご飯とかも毎日毎日制限してたら逆にストレスで具合悪くなる。だから食べたいもの食べるんです。食べたいもの食べるのが一番健康なんですよ。こんばんは。
一人暮らしじゃないです。一人暮らしじゃない、多分一人暮らししたらねなんかね、多分ねめっちゃ痩せられる気がする一人暮らししたらもう食べるの我慢しすぎてめっちゃ痩せられる気がする。節約しすぎそう。うん、多分めっちゃしすぎると思う。節約しすぎてもうやばい気がする。3日に1食それは絶対生きていけないわ。それは生きていけない。それはもうそれは言い過ぎですけどそれはやばいね。3日に1食はつらいわ3日に1食はつらいな。こんばんは。もう死んじゃうよ死んじゃいますよね。もう栄養足りなさすぎて。でも本当にご飯食べなくなりそう。一人暮らししたらもう極力食べないようにしようって思っちゃう今でもさ、もうなんか今は別になんか節約しようって思ってご飯食べてないわけじゃないけど、それでも結構1日1食の日とかあるのにさなんかもう1日1食とかを結構慣れてるからさ、本当に本当にいけるかもしれない最悪だよ、もう死んじゃうよ本当に本当に一人暮らししたらやばそう。一人暮らししたら本当にひな、本当一人暮らししない方がいいと思う本当に一人暮らししない方がいいと思う。自分が一人暮らししたらもう本当におかしくなっちゃう。本当にダメダメダメ、絶対やめた方がいいよね。なんかもう本当に危ないよねきっと。でもまあ多分その新潟を出るとしてもその一人暮らしはしないと思うんだよね。まあその東京以外の場合は一人暮らしになっちゃうけど、東京に行くならばお姉ちゃんと二人暮らしになるから、そう。でも東京以外に行くってなった場合は一人暮らしになるけど、東京の場合はお姉ちゃんがいるから多分お姉ちゃんと二人暮らしになるんだよね。でもお姉ちゃんってどんな生活してる？でもお姉ちゃんも多分本当にほぼ家にいないんだろうな。でもだとしてもお姉ちゃんがいたとしてもやっぱもうめっちゃ節約しちゃいそう。なんかお姉ちゃんと二人で暮らすの想像できないですか？いやでも
まああんまり話さないかもしれないけど、まあ普通に普通なんじゃない、わかんない、どうなんだろう、多分めっちゃパシられる気がする、あれ買ってきてとか、あれ作っといて、洗濯物畳んどいてとか、なんかめっちゃパシられる未来しか見えない絶対パシられる、いやパシられる気しかしないもん、パシられる気しかしない。なんか一回ひなが握手会の時に、握手会の合間にお姉ちゃん家に泊まったことがあって、その時お姉ちゃん家に泊まった時に、なんかお姉ちゃんまあ、帰ってくるのが遅かったんですよ。でも先にひながお姉ちゃん家に入って一人で待ってて、なんかその時にもうひなはさ、もう初めてこう来たわけじゃん、お姉ちゃん家に。なのになんか干してある洗濯物畳んどいてとか、あとじゃがいもと人参となんちゃらなんちゃらをなんちゃらスーパーで買ってきてみたいななんちゃらスーパーで買ってきといてみたいな、めっちゃがっつり初めて、なんかもう私は一応ねこうお客さんお客さんとして行ったんですけど、もうがっつりパシられて、パシられましたうん、洗濯機の中の服干しといてみたいながっつりパシられました。でもその代わりご飯は作ってくれたその代わりご飯は作ってくれました。そのひながパシられた、パシられて買ってきたじゃがいもでパシられて買ってきたじゃがいもで、その代わりご飯は作ってくれた。そう。でもね楽しかったんです。なんかもう一人で都会のそのやっぱ東京のね道を歩いてスーパーまで行って、なんか。スーパーでカゴ持ってじゃがいもとか人参とか買ったりするのが楽しかった。こんばんは。すごいなと思って、やっぱ一人暮らし大変だなって。迷子にならなかったのがすごい。もう頑張って携帯で調べましたよ、もう道、携帯でめっちゃ道調べて、もうお姉ちゃん家に行くまでも本当に頑張って調べて、やっとお姉ちゃん家にたどり着いたんだけど、そしたらめっちゃパシられたっていうお話ね。そしたらめちゃめちゃパシられましたっていう。かわいいギフトありがとうございますありがとうございます。でもね、なんかまあお姉ちゃんと二人暮らしするってなったら、まあひなが何をするかによるけど、お姉ちゃんすごい多分もうほぼさ夜帰ってきて、わかんない、どんな生活してるかわかんないけど、まあ、きっとそんな家にぐうたらしてることはないだろうから、まあ一応忙しいだろうから、ひなが何をするかによるけど、するかによるけれど、なんかめっちゃなんかパシってきそうじゃない、もしひなが結構姉より家にいる立場だったらね。お互い忙しければさ、そんなパシってくることはないかもだけど、
ひなが家にいることが多いようならば、絶対もう全部どっちか家にいる方がやるわけじゃん、きっとね。家にいる方がやるわけだからさ、めっちゃ走られそう。ちょっと姉と二人暮らしイメージできないよ。ひなあられありがとうございます。ね、でもみんなさ、動物いないと生きていけないからさ、動物飼いたい。動物飼える場所に住みたい。絶対無理、絶対無理、絶対に無理ですよね。分かってるんです、分かってます。そんなこと、そんなこと分かってます。夢のお話です、夢のお話。ハートありがとうございます。でも動物がいないと本当に生きていけない。もう癒しがないと頑張れない。癒しがないと本当に頑張れない。お家に帰って誰かが待っていてくれないと無理だ、生きていけない。でも絶対無理だよね。パフェみたいなギフトありがとうございます。無理だよ、無理だよ、本当に無理。もう癒してくれる誰かがいないと。金魚、ザリガニ、違う、そういうのじゃない。もうまあでも鳥ぐらいなら飼えそうじゃない。鳥、犬とかは絶対無理だからさ、鳥ならいけそうじゃない。鳥、鳥いや、よくお姉ちゃんもさ、こう昔からさ、こう動物がいるお家にさ生まれてさ、よく東京に行ってさ動物のいない生活できるなって思うんだけど、どうなんだろうね。まあ、きっとやっぱ寂しいんだろうね。いないのは。でもひなは本当に耐えられない、多分。癒してくれる動物がいないと。ファイトギフトありがとうございます。ハリネズミ、あ、ハリネズミいいね。ハリネズミかわいいよね。ハリネズミかわいいですよね。わかる。ハリネズミいいな。鳥かハリネズミ買うわ。じゃあお姉ちゃんと二人暮らししたら。絶対に。犬は無理かもしれん。本当は犬がいい。本当は犬がいいけど、さすがにそれは無理だから。ハリネズミ。か鳥かな。かな。こんばんは。動物いないと無理。でも本当にいつかは一人暮らしするか、お姉ちゃんと二人暮らしするかわかんないけどさ。まあ、家から出たらさ、
もう本当に生きていけるかわかんない。ニーアンとエル君いないとヒナの人生はもうないないよ本当に。いや無理だよ。家帰ってきてさ、おかえりって走ってきてくれるさ、いないんだよ。それがなくなっちゃうんだよ東京行ったら。絶対に生きていけない。そんなのちょっとさ、一日家に帰らないだけでさ、なんかもうさ、エル君とニヤニヤ、痛いってなるのにさ、ちょっと一泊家から離れただけで、一泊家から離れただけでもうさ辛くなるのにさ、もう泣いちゃいそうになるぐらい辛いのにさ、それがもうさ本当にずっと続くわけじゃん。絶対に無理、絶対に無理。そんなの絶対に無理。ハートありがとうございます。もう一日でも会わないと本当におかしくなる。だからホテル生活とかが続くと、もう本当に日に日にニーヤンとエル君に会いたくて会いたくて、しかもママもママで、あの動画を送ってくれるんですよ。ひなが家に帰らない間にニーヤンとエル君の写真だったり動画だったりをすごい送ってくれるんですよ。もうその動画見て、あー会いたいよってなっちゃうの。もうだから本当に、本当にもうね、何日かホテル生活した後のもう帰り道はニーヤンエル君、ニーヤンエル君、ニーヤンエル君って、もう頭の中がニーヤンとエル君です。本当にもうね、何が一番辛いかって、ホテル暮らしの何が一番辛いかって、ニーヤンとエル君に会えないこと。本当に何よりも辛い、一番辛いことです。ハートありがとうございます。だからもう自分がヤヒコから出たらもうそれがずっと続くんだよ。もうたまに帰ってきて会うことぐらいしかできなくなっちゃう。レインボースターありがとうございます。エル君もヒナがいないと耐えられないかな、かな、かな、そう思ってくれてるかな。何日も会わないと忘れられたりして、やだ、そんなんで忘れる仲なんですか私たちは。いや、きっと覚えてるはずだよ、エル君もニーヤン。さすがに覚えてくれてるよきっと。ひこから出ないでおくれ。そう、ひな最近なんかね、ちょっと考え方が変わったんだよね。ひなも今まで絶対ずっとヤヒコから出ないって思ってたんですよ。そう、絶対ヒナはこれからの人生一生ヤヒコから出たくないって思ってたんですけど、なんかママにいろいろ言われて、最近はなんか考え方が変わりました。ずっとヤヒコから出ないっていう考えでしかなかったんですよ今まで。ヒナはもう生涯ヤヒコだなって思ったんですけど、でもやっぱ一回はね、ここから出ないと、ここから出てっていう、そう、最近考え方が変わりました。最近変わりましたね。ヒナあらでありがとうございます。
まだありがとうございます。そうそうね、でも東京怖い、東京怖いです。普通に本当に無理。ひなたの東京に住むってなったらもう本当に本当に本当に生きていけるか分かんない。生きて帰れるのかな、ね、生きて帰れますかね。家から出てじゃあ行ってきますなってさ、ただいまってできるのかな本当にもう迷って迷って、なんかよくもう迷いの果てに、なんか迷いの果てにたどり着いて一生家に帰れなそうじゃない一生家に帰れなそうなんだけどただいまできなそうじゃない。本当にもう本当に本当にもうなんか人間界じゃないところまで迷い込んじゃいそうじゃない。本当にもうなんか人間界じゃないところに迷い込んじゃいそう。本当になんか迷いの果てまで行きすぎて、迷って迷って迷いの果てまで行きすぎて、もうなんか人間界に戻ってこれなそう本当にもうまずさ電車を使えない、もう怖いもんだって。もう駅の中ですら迷うのにさ、もうさ電車乗ってらさ、もうなどうなってんのあの電車、何に乗ればいいかも分かんないし、もう本当に本当に怖い、本当に怖い。何なのあれどうなってんの。なんかもうさあれだよね、なんかなんかもう異世界のなんか異世界のなんか出来物ですよねあれもうほんと怖いってあれやりゃしないんですよ。なんでみんなあんななんか余裕そうな顔でいるのかしら。本当はみんな心の中で焦ってんのかな。それならいいよ、それなら同じ人間界だけどさ、なんかみんな余裕そうなさ息をしてるからさ、心の中で迷ってくれてるんだったら安心です余裕そうな顔しながらも意外と心の中では焦ってくれているんだったら、まあ、ちょっと同じ人間界かなってなるけど、ひなあられありがとうございます。いや本当に怖い、もう東京の駅マジで怖い、駅も怖いし、なんか電車もこれで本当にいいのかっていう新潟ですらさ全然さ迷うのに、なんかこの間さ、なんかこの間なんか長岡駅からさなんか帰ろうとしてさ、ちゃんと南蛮線っていうの見てさ、ちゃんと時刻も見てさ、それに合ったやつに乗ったのにさ、なんか全然違う駅のやつに乗っちゃって、えこれ全くひな悪くないんだけどっていう。だって南蛮線何駅何時何分っていうのちゃんと見てちゃんと確認してそれに乗ったのに、なんか全然違うところに連れて行かれちゃっていやもうなんかこれはもうお化けの仕業だなって思いましたそう
そうで、乗ってからもよしこれだねって、この時間に出発するやつだってもう確実に確認して、もう何回も確認して、なんかでもなんかこの電車おかしいなって思ったんです。だからこそめっちゃ確認したの。だからこそめっちゃ確認したんですけど、全然違う駅だったっていう。そう。でしょ。だから新潟ですらこんなになっちゃうのに、東京に行ったらだからひなは異世界に連れて行かれちゃうんです。分かった。もう新潟でもこれなんだよ。新潟でもこれなのに東京に行ってしまったら、うん、本当に人間界に帰ってこれない。人間界に帰ってこれなくなっちゃうんです。そう。本当に無理。もう異世界に連れ、でもいいよ、そのこともう異世界に行っちゃってもいいかな。なんか異世界に行って異世界召喚されて異世界で主人公になる。それでもいいかなって思ってます。ひなの将来は意外と、でも異世界召喚良くない？異世界召喚される未来も素敵じゃないですか。いい、異世界召喚でいいじゃん。異世界召喚してもらおう、うん、未来は。うん、都会に染まるヤシちゃんを見てみたい気もする。どうする、なんかもうめっちゃド金髪になってアゲとか言ってたら。いや、アゲはちょっと古いか。アゲはちょっと古いかもしれないけど、もうなんかめっちゃギャルとかになってたらどうする。うん、それかも逆にはっはっはっって感じになってたらどうする。はっはっはっ、めっちゃ真面目ちゃんになって、もうめっちゃ勉強してる子になってたらどうする。うん、夢の国の年パス買って毎週のように行って、そう、うわっ、それ最高、それは最高すぎる、それはやりたい。ひなあられありがとうございます。超おしゃれなイケてるお姉さんになる。なれますかね、なれますかね。うんうん、自分も全く想像つかない。うんうん。あ、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。なあ、どうなるかね、本当に1年もいたらなれる、なれるかな。1年いても何もできなそう。1年いてもなんかもう何もできなそう。本当に東京に住んでる人すごい。うんうん、
とすごい。何なの、なんか頭良くないと生きていけないよね東京って。東京って頭良くないと絶対生きていけないでしょ。いやみたいなね、バカはねもう田舎じゃないと住めない、住めない。東京に住んでる人は全員頭いいと思ってる。住んでいれば慣れてしまう。まあね、そうですよね。まあそれはそうですよね。東京の人ってなんであんな歩く速度速いんだろうね。わかる、本当にわかる。最初はさ、もう新潟市の人ですらさ歩くの速くてマジ怖かったもん。なんかもう本当に異次元。もうさ、やっと最近新潟市の人になれた、本当に。もう最初さ、新潟市の人が怖すぎてさ、怖くって、本当になんかマジで怖くって。新潟市の人、やっと最近新潟市の人になれました。マジで怖かった、新潟市。小村と新潟市って1時間くらいしか離れてない。いやもう離れてる離れてないの近さの問題じゃなく、違う、もう都会か田舎の問題ですよ。え、マジでね、なんか本当にあのね、本当にひながね NGT 加入当時のひなの心の中を見てほしい。NGT 加入当時のひなの心の中を見てほしいぐらい、ひな毎日もう怖かった、本当に新潟に行くのが。本当に冗談抜きで毎日なんか怖くって、歩けなくて、街中が怖くて、人が怖くて、人が怖くて怖かった。もう加入当時のひなのね心の中を本当に見てほしいぐらい本当に覚えてるもん。なんか自分が毎日怯えてたの。しかも街中のもう街中の風景がもう都会じゃないですか。あの駅とかバンダイとかそこら辺の風景がもうめっちゃ都会だから、なんかその都会道をすっごいみんな、やっぱファッションとかもやっぱみんな都会だから、なんかもう人がもう違うんですよ。そう、なんかコツコツと高いヒールを履いている女性がたくさん歩いているイメージ。高いヒールを履いた女性とあのスーツを着た男性が歩いてるイメージ。あとはまあやっぱりちょっと都会っぽい服装をした同年代ぐらいの女の子とか。だからもう本当にもう駅とかもめっちゃ怖かった。新潟市に着くのが怖かった、加入当時。あ、緊張緊張みたいな、人に緊張してた。全く喋ったりするわけでもないのに、その出会う人々に緊張してました。そう、今になったら本当に慣れたけどね、本当に慣れました。
そうなんですよ。今新潟市に行っても緊張しなくなった。いや本当しなくなった。もうね本当にしなくなった。もうなんかたまにふと思うんです、初期の頃の気持ちを思い出して。たまに一人でバンダイとかで買い物してると、え私が一人でこんな都会道を歩けるようになったんだ、一人で買い物できるようになったんだ、こんなに高いビルがある街を一人で歩いてるんだってたまにふと考えた時に、うわ都会の女になったなと思って、都会になれたなって思いました。そうたまにふと思うの。こう今は結構当たり前になったけど、やっぱ毎日行ってね、4年近く毎日通ってたらやっぱもう慣れて、でも当時は本当に怖くって、うん怖かったマジで怖かった。人とすれ違うのも怖かった。本当に早いんて、まず本当に早くて、しかもなんかみんな意思があるっていう顔をして生きてるなんかみんなよそ見をしないイメージ、新潟市の人は。こう目的があって、こう強い力の意志でこう生きてるっていうイメージがあるんですよそうだからすごくなんか、いやなんか考え事とかするのかなって。いやもうこれはもう勝手な偏見ですよ、もう本当に考え事とかするのかなって、もう違う人間なのかなってもう思っちゃうぐらいすごくって、そう、すごくって、なんかみんなわーっていうわーって言いながら生きてる感じ、新潟市の人は。わーってこうなんか、かな、なんかイノシシみたいなあの牛、あの赤い旗に向かって走っていく牛みたいな感じ。もううおーってもう早歩きで自分の目的に向かってこう強い意志、力を持って、意志を持って生きてる感じそうそうだったんです、本当に。だったんですよ。そのすれ違う人々がこう見向きもしないというかさ、こうなんかなんてなんかなんか。寄り道をしないみたいな寄り道をしないイメージ、なんかもう目的に向かって生きているみたいな、おーって感じ。あ、なんか鬼滅の刃で例えたらあの伊之助が都会の人で、あのあれなんだっけ、あれが田舎の人みたいな誰あの名前忘れた、あのあれ黄色やばい、鬼滅の名前、キャラクターの名前ですら忘れてんの、やばい。あ、そう、善逸が田舎の人で、伊之助が都会の人みたいな、なんか怖いもの知らずって感じ、都会の人は。
いや本当偏見ですよこれは、もう全員が全員そうっていうわけではないけど、あの都会の人が猪之助で田舎の人が善逸って感じ。本当に偏見だからね、そう言ってるわけ、そうですって言ってるわけじゃなくて私がそうなんです、私がそう、そうなんです私が善逸なんですよ、ただ単に田舎の人が善逸っていうことではないですからね、私が善逸みたいな感じで、都会田舎でしたら都会の人が猪之助に見えるんです、もううおーって言いながら歩いてる感じ、うおーってちょっとつぼしんみたいな、ちょっとつぼしんって思いながら生きてる感じ、もうとんだ偏見です、でも私からしたらそんな感じなんですよ、そう。でも今はもう新潟市の人にも慣れたんですけど、だから今は東京の人にはまだやっぱ慣れてないから慣れてないからだからこの間ショールームアワードを受賞していただいた時に渋谷の道をね歩いたんだけど、みんなちょっとつぼ押ししててマジで怖かった、もう本当にもうみんな本当にもうなんかもう異世界に迷い込みそうなぐらい、もうみんながちょっとつぼ押ししてて、へーみたいな、助けてーってそうで、マネージャーさんがその時あの男性の方だったんですよ、だから女性のマネージャーさんだったらそのちょっとすいませんって言って、そのあのちょっと腕持たせてくださいって言ってこうくっついていたかったんですけど、男性の方だったから、まあ、そんなこともできず、もう迷っちゃうともう本当に離れそうになって、マネージャーさんとマネージャーさん人が多すぎてもうわー待ってーみたいなそんな状況になりそう でだからもう男性のマネージャーさんだったから、本当は女性のマネージャーさんだったらあのちょっと腕組んでもいいですかって言ってちょっと手持たせていただきたかったんですけど、男性の方だったからそうすることもできず、もう本当にマネージャーさんから離れないようにもうとにかくマネージャーさんから離れないように頑張って歩きましたそう本当に怖い、もうみんなちょっとつぼ押しにしてくるの、本当に怖い、本当に怖かった、人が多すぎたし、もう本当にちょっと気を抜いたらマネージャーさんとはぐれちゃいそうな感じ、もうディズニーランドでした、ディズニーランドもう本当にだから男性のマネージャーさんだったからつかめなくて、さすがにね女性のマネージャーさんだったらつかませていただきたかったんですけど、だから本当にもうはぐれないようにって思って頑張って歩いた本当に怖かった、本当に怖かったです本当に怖かったまずもうほんと早いんですよ、歩きがもう、うん、ほんとに走ってんのっていうぐらいみんな早歩きそう、そうなんですよ、ほんとに怖かったです、もうほんとに怖かった、マジで怖かったです、感動しました、なんかもう異世界って感じ、本当にこれこそ異世界って感じの世界だった、感動した、ここに住んだらどうなるんだろうと思って、性格も変わっちゃうのかなって思ってこ
んばんは。いや本当に危ないよね。もうなんか人が下にいてもさ、もう気づかずみんな踏んじゃいそうじゃない？ちょっと転んでさ、わーってちょっと転んじゃったらさ、もうえうえうえってなっちゃいそうじゃない？人に踏まれそうじゃない？でもみんな気づかないみたいな、みんなちょっとつもしんしてるから気づかないみたいな。いやそんなことはないかもしれないけどさそんなことはないかもしれないけど、転んだら本当危ないよね。そう。ずっと上見ながら歩いてそう。もちろんもう言われたもん、マネージャーさんに言われました。もうなんかしかも夜だったから、より夜だったから、そのより都会感がすごくて、その時やっぱ夜なのにその街中がめちゃめちゃ明るいし、やっぱなんか建物にでっかい映画館みたいな建物に でっかい映画みたいなのついてるじゃないですか、いろんな建物に。もうそれにまずめっちゃ感動してんそのいろんな、もう夜なのに昼間みたいな明るさに本当に感動して、夜だったからこそめっちゃ感動した。昼間だったら、まあ昼間でも多分まあ高い建物で感動したと思うけど、夜だったからこその感動でした。そう、ハートありがとうございます。そうそううそうなんですよハートありがとうございます。ね、だから東京行ったらいいの、もう生きて帰れるかわからない。もうさ、一人まださ誰かと一緒にいたらさ助けてもらえるけどさ、一人で歩いててさ転んだりしてさ踏みつぶされたらさ、もうボロボロに なるよね誰かがいたら気づいてもらえるけどさ、一人だったら誰にも気づいてもらえない。ずっと地面で踏みつぶされてることなんか怖いです。転ばないように気をつけないと、東京行ったら。ひな祭りのギフトありがとうございます。うん、歩くのが怖くて縮こまってる日が想像つくわかる。いやでもなりきればいいんだよ、伊之助に伊之助になりきってこんな顔で街歩けばきっと大丈夫。この作っていけばいいんだよ、きっと。そのあの伊之助感をそしたら舐められずに頑張れる気がするなんかこういう顔で、こんな感じの顔でちょっとつもうしんしていけばうん
東京行ったらちょっとずつ盲信してこう。やっぱ周りに合わせないといけないからね。その伊之助がたくさんいる中で善逸が一人だけいたらきっとおおおおおってなるじゃん。でしょ。だからその自分も伊之助になりきってその波に一緒に入って同じ速度で行けば生きていける気がする。波にね、飲まれたら終わりだけど、飲まれないようについていけばきっといける気がする。かわいいギフトありがとうございます。こんばんは。ね。本当に東京の人すごい。本当に東京の方すごい。なんかおしゃべり会とかでさ、こう 外でこうおしゃべりしてくださる方とかでさ、なんか東京の方とかもう後ろの背景が怖い。本当すごい。もうそんなところで生活してる方と私お話ししてるんだなって、なかなかないじゃんそんな経験。そんな大都会に住んでる方とさおしゃべりする機会ってなかなかないじゃないですか。だから私こんなに伊勢なんか素晴らしいところに住んでる方とおしゃべりしてるんだって思うとなんかすごいってなる。なかなかないじゃない、そんなその都会という異世界にさ住んでる方とお話しする機会なんて。だからたまにその外でおしゃべりしてくださって、こう後ろの背景とかにでっかいビルとかが立ってたりすると、そんな異世界からのなんかオンライン通信みたいな、異世界からなんかオンラインでお話ししてるみたいな。そう、本当にビビる。異世界からの通信です。異世界からの通信です。本当にビビる。え、そんなところにお住みなんだって思って、私は普段こんな異世界に住んでる方とお話ししてるんだって思って、本当にそんな経験ってなかなかなくない、異世界に住んでる方とお話しで。本当にだからすっごいなって思う。感動する、感動します。なんかみんなのさ住んでるさその場所のさ街並みとか見ると、異世界ってなりますよね。その東京じゃないとしてもやっぱ県外のそういう街並みのところからおしゃべり会してくださる方とかいると、私こんなに異世界に住んでる方とおしゃべりできてるなんて素晴らしいなって思って感動します。そうなんですよ。観光できてるみたいで楽しそう。いや本当そう。だからなんか外でおしゃべり、
なんかたまにさ、その外のなんか景色とかをさ見せてくださる方とかもいるんですよ。今こういうところにいるよって、すっごーってなる本当に。もう本当にだから異世界通信です。もう異世界通信なんですよ。うん、うん、そう、まだありがとうございます。今度外からおしゃべり会してみようかな。あ、ぜひぜひぜひ。もうみんなの住んでるところのね街並みとか見れたら幸せですもん、本当に。あ、そんなところに住んでるんだと思って。なかなかないじゃない、なんかそんなね、いろんなところから、いろんなところから私におしゃべり来てくださってるんだなって思うと、本当になかなかじゃない。絶対に絶対に私がアイドルにならなかったら出会えなかったわけじゃないっていうのをすごい思って嬉しくなる。出会えなかったし見れなかった景色じゃないですか。うんうん、自分も今度は近くの観光地からおしゃべり会参加。嬉しい嬉しい嬉しい。うんうん、ひなもね、ひなもこっちからねオンラインできたらね、もう弥彦山を背景に、今弥彦山の前でーすって言ってオンラインできたらね。うんうん、いいんですけどね。今日から東京の街並みをツイッターに載っけるか。やった言った。なんか本当にさ、そのね、すごい、もうなんかなかなか見れないものじゃない、本当に嬉しい。それ、新潟市民だけどレア感出せるように頑張る。嬉しい、ありがとうございます。うん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 、うん。ね。そう。うん。すごいよね。なんかおしゃべり会も意外となんか、その普通の握手会だったらできないこと。ストリートビューで見れます。違うんですよ、私はそれで知らないところを知りたいんじゃなくて、みんながそこにいたっていう、そこにみんなが住んでるとか、そういうのが知れるのが嬉しいんですよ。ストリートビューでその県外を、写真を見るのが好きなんじゃなくて、そう、そこにみんながいたっていう事実っていうか、みんながその町に住んでるとか、あ、そんなところにお住みな、そういうところにみんながどこに住んでるかなんてわからないじゃないですか。で、なんかこうしゃべり会でめっちゃビルが並んでるとこにいると、あー、そんなところにお住みなんだ、すごいなってなるんですよ。そう、そのみんながそこにいるっていうのがすごい。そう、うんうん、そうなんですよ。うんうん、ベランダから東京タワー見える。どういうこと、そんなもう異世界や、本当にそれこそ本当に異世界なんです。そういうこと、そういうこと。あ、そんなところに住んでるんだとか、そう、うん、
それを知れるのが、ね、楽しい。ベランダからスカイツリー見る。本当無理。ちょっと本当にもうお腹いっぱい。本当無理。異世界すぎて怖い。無理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 。そんなことある？え？すごっ。いや本当異世界だからさ、こんないろんなさ、私はこう弥彦村に生まれて弥彦村で育ってきたけど、こうやってさいろんなところに住んでる方々に出会ってさ、いろんなところに住んでるんだよ、いろんなところに。それをこうしゃべり会で知れるのがまたね、なんかすごい面白いっていうか、そう、そんなところに住んでるのっていう、え、そんな、そんなところの近くに住んでるのとか。俺の家からも見えます、スカイツリー。すごいすごい、家からスカイツリー。何したらそんなになるの。すごすぎる、異世界だ。本当に異世界、世界遺産ならたくさんあります。すごい、本当に無理、もう怖い本当に。だからさ、なんか本当にいろんなところに住んでる方と今こうやっておしゃべり会で会話してるじゃないですか。すごくない？それも本当すごくない？わかる？ひな今いろんなところにいろんな県の方だったり、新潟市の中でも行ったことないところに住んでる方だったり、県外の方だったり、海外の方でも見てくださる方もいたり、本当にいろんなところの方と私今会話してるんだよ。そんなことさできる？そんなことないよね、人生の中で。本当にすごいありがたいですね。我が家からはブックオフとローソンくらいしか見えない。いやでも家からブックオフとローソン見えるはすごくないですか。すごいって、家の近くにブックオフあんの、どういうこと。どういうことすぎる、すごっ。え、冬は富士山も見える。怖い怖い怖い、すごい、すごすぎる、怖い、すごいよ、すごいよ。怖すぎる、みんなどうなってんの、怖い、怖くなってきた。もうみんなが異世界に住みすぎて怖くなってきた。みんな異世界に住んでますね。みんな異世界の人ですね。青森だけど今度観光地から参加してようかな。嬉しい。いや本当になんかそう、なんかいろんな結構観光のところから。観光地からおしゃべり会してくださる方とかもいるんですよ。すごい、そういうのも嬉しい、本当に。ときめしせが見える。家からときめしせ見えるの、そんな家どこにあるの、すごっ。え、
からときめっせ見える家なんてあんの、やば。え、新潟市ってどこに家あんの。新潟市って家ある、あるか。新潟市ってどこに家あんの。新潟市で家にあったことないんだけど。え、新潟市で一軒家にあったことないんだけど。一軒家じゃなくても、まあそっか、一軒家じゃなくてもアパートとかに住んでればあるか。新潟市で一軒家にあったことない。いや、新潟市にはあるか。でもなんかときめっせの近くで一軒家に出会ったことないんだけど、あるのかな。新潟市ではさすがにあります。新潟市はいろんなとこにあるもんね。でもその駅近くのときめっせが見えるところの大変で一軒家に会ったことない。気にして見てないだけかも。異世界に住んでる。みんなみんなそれぞれ異世界人。いや本当にいい意味で、本当にいい意味でみんなそれぞれ異世界。みんなそれぞれ異世界。みんなそれぞれ異世界なんで。そう。ね。いいな。そうそう。私からしたらヤヒコに住んでるヤヒも異世界。まあそうね、そうなるよね。みんなが異世界なわけだから、みんなからしてもこっちも異世界。みんながみんな異世界なんです。みんながみんな異世界。そう。みんなだからね、自分の世界を、自分の世界をね、こうもっといろんな人に知ってもらおう。どういうこと？どういうことかちょっとわかんないんですけど。でも本当になんかみんなの世界、みんながこう生きてる世界。うわっ、ありがとうございます。イエーイ。ちょっとびっくりした今。うんうん、ありがとうございます。ひな祭りのギフト、びっくりした。ありがとう。うんうん、何の話してたか忘れちゃった。そう、うん、何の話してたか忘れちゃった。あ、そうだから、おしゃべり会とかで、そう、みんなの世界を知れるとふわーってなりますっていうお話。そう。みんなのね、その生きている世界をおしゃべり会で、見せてくれるとすごい、わあそんな世界に住んでるんだ、すごいなーって感動します毎回っていうお話。っていうお話です。そう、行きたいと思います。
ということで、うわー、今日も一日が終わっちゃうということでですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位トトちゃんさん、ありがとうございます。12位ゆうとさん、ありがとうございます。11位うっちーさん、ありがとうございます。10位ヤッキーさん、ありがとうございます。9位アグさん、ありがとうございます。8位イソケンさん、ありがとうございます。7位ヤマさん、ありがとうございます。6位エチゴパワーさん、ありがとうございます。5位ゆずきちさん、ありがとうございます。4位エフケンさん、ありがとうございます。3位ナカさん、ありがとうございます。
2位ケアマンさんありがとうございます。1位レイトさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。パチパチありがとうございます。今日も夜遅くまでありがとう。みんな明日はお昼の12時から13時に配信したいと思います。よろしくお願いします。明日はお昼の12時から13時です。明日もよろしくお願いします。明日は6日か、6日ですね。はい、明日はお昼の12時から13時です。よろしくお願いします。やだ、今日も一日が終わっちゃう。なんでなんで、あっという間に一日が終わっちゃうよ。はい、ということでということでこれで終わりにしたいと思います。ゲット時間があと2分もある。ありがとう。寝なきゃ終わらない。確かにね、確かにね。バイバイみんな、今日もありがとう。バイバイ、さようなら、おやすみなさい。バイバイ。悲しい、悲しい。バイバイ。悲しい。今日も可愛かったです。ありがとうございます。ポンコツ大好きすぎて毎日聴いてる。ねえ、本当いい曲だよね。ありがとうございます。あと12時間も別れなんて耐えられない。いらんもん。え、めっちゃ時間あるよ。あと1時間、あと1時間。みんなおやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。頑張ります。さようなら、バイバイ。またね。おやすみ、おやすみ。また明日。今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。バイバイキー。おやすみ。また明日。おやすみなさい。バイバーイ。